こんにちは、ミニマリストユニアンとトイプードルのジャスミンです。本日は書籍紹介をしていきたいと思います。今日紹介するのは金持ち父さん、貧乏父さんです。もう有名すぎて読んだことある人も結構いるかなとも思ったんですけど、意外とね、読んだことない人多いんですよね。そもそも社会人になってそんなにね、本読む機会が少ないよって人が多くて、ほんと数パーセントの人しか本読まないらしいんですよ。なので、まあこの本はですね、お金持ちになる方法を書いた本としては一番有名な本ですので、まあ、お金持ちになりたい、貧乏から脱出したいっていう方はぜひこの動画最後まで見ていただければと思います。まあ、すでにもう働かなくてもお金が勝手に入ってくるマネーマシンを完成させてますよっていう方は見なくて大丈夫です。このチャンネルではミニマリストで節約が趣味の私が皆さんの生活がちょこっと幸せになるようなテクニックを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして見ていただけると嬉しいです。またいつもコメントをくださる皆様、本当にありがとうございます。皆さんのコメントが次の動画を作る糧になっています。本日は金持ち父さん、貧乏父さんの紹介なので、この本読んだことあるよっていう方は、まだ読んでない方も、あ、みんな読んでたら読もうかなっていうふうに思いますので、ぜひコメント欄でこの本読んだことあるよって方書き込みしてほしいですし、これから読もうと思った方は早速購入しましたとか書いていただけると嬉しいです。それでは早速行ってみましょう。というわけで本日は金持ち父さん、貧乏父さんの紹介をします。まあ、この本どんな本かっていうとですね、二人のお父さんが登場します。一人は学校の教師の父親ですね。高学歴で給料はすごく高いんですけど、最終的には借金しか残らなかった貧乏人のお父さんです。もう一人は親友の会社社長のお父さんです。低学歴ですけど、最終的にはハワイで一番のお金持ちの一人っていう風になるっていう形になっています。なので、この両方のお父さんからお金とは何か、お金持ちとは何かっていうことを学んでいくお話になっています。で、この本最初に出てくるのが、私たちはラットレースをしているっていうのが出てきます。私たちは死ぬまでこう働かなければいけないんですね。給料をもらったらこう何かにお金をこう使ったり、借金をしてまた何かを購入して、で給料がまた入ったらそれをまた使ってっていうことをこう一生繰り返していくんですね。でそのまま走り続けても一生お金持ちにはなれませんと。で本書ではこれをラットレースっていう風に言っています。ネズミがこう回転車をくる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 回って、一生これで進まないので、その場所を回り続ける現象ですよね。で多くの人はこの状態のまま一生働いて生き続けて一生終わると。で本書にはこの状況から抜け出してお金持ちになる方法っていうのが書かれています。私の周りでもですね、60歳で退職するんだけども、まあ、再雇用してもらわないと正直明日のご飯も食べれないですよっていう風にお金困ってる人がいたりとか、あと75歳まで住宅ローンを組んでしまったので、75歳までって再雇用でも65歳までなんで、まあ、その後どうするのかなっていうのがありますけど、死ぬまでとにかく何かしらの方法で働き続けないと、まあ、お金が返せない。このようにですね、彼らはすごく高学歴なんですけど、高学歴のサラリーマンでも普通にしていると死ぬまで働き続けなければいけないっていう人が本当に身の回りでたくさんいます。でも実際その死ぬまで働き続けることって今の社会ではできないですよね。再雇用制度があったとしても65歳までですし、やっぱ70過ぎたら体にガタがきますので、そんな20代30代と一緒になって働くことっていうのはかなり難しいっていう風になりますよね。じゃあ死ぬまで働き続けなきゃいけないような借金をしてるんだけど、死ぬまで働き続けられない場合どうなるかっていうと、まあ、結構辛いことになるのかなと思います。まあ、幸い日本ではですね、生活保護っていう制度があるので、まあ、マイホームを持っていない場合は生活保護を申請して、まあ、それで生活するっていうこともできます。ただまあ生活保護は、まあ、マイホーム持ってるとできないので、それをなんか売却がうまくできないと本当にお金がないっていう状態になってしまいます。ちなみに2020年のデータでは生活保護を受けている高齢者は89万7264世帯ということで、まあ、全体の 55.1%、 半分以上を占めているんですね。まあ、つまり私たちがこう進んでいる道、まあ、一緒になって進んでいる道っていうのはその先崖になってるような状態でですね、こう働き続けてその先に豊かな老後っていうのはもう幻なんですね。それもないですよと。もう老後資金足りないことがもう、ね、約束されてる道を走ってるようなもんなんですよ。なので、まあ、この話を聞いてお金持ちになる道に途中で道をね曲がんないといけないですよってことです。普通にみんなと仲良くよろしくやっていけばですね、みんなで崖から落ちてしまうだけですので、まあ、これは以前岡田の大学の方でも話してますけど、普通に働いてたら本当死ぬまで働かなきゃいけない、みんなで一緒に貧乏になるだけですので、まあ、みんなで一緒に貧乏にならないで途中でお金持ちの道にこの本を読んでシフトしていきましょう。続いてこの本で重要なポイントとして、資産と負債の違いっていうのが書かれています。貧乏人は収入が入ったら負債を買う、お金持ちは収入が入ったら資産を買うっていう風に書かれています。でこの資産っていうのがじゃあ何かっていうのを多くの人は勘違いしてるっていうところです。
ですね、まず負債とは何かってところから見ると分かりやすいんですけど、負債とはこの本ではマイホームや車のローン、クレジットカードのローン、保険などというふうに書かれています。いやいやマイホームは資産ですよっていうふうに思う方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、マイホームは資産にならない場合がほとんどです。まれに中古で実際の売り値よりも安く買うこと、市場価格よりも安く仕入れることができたら、まあ、それは資産になるんですけど、要は自分が買った時より高く売れれば資産になるんですけど、まあ、あのそれはまあほとんどないですね。特に新築のマンションなんか買った場合は 20% その売り主の利益が乗っけられているので、買った瞬間 20% 値下がりしてしまうので、まずまず買った値段より高く売ることっていうのは難しいです。またですね、その実際に売ろうと思った時にそのある程度の金額になっていれば、下がっていてもですよ、これまでのまあ家賃分と計算したらそれでプラスになっていればいいじゃないっていう風な塩梅もあると思うんですけど、実際はですね、大体こう突然引っ越さなきゃいけなくなって売ろうと思うとですね、まだローンの利息も全部返せていないので、実際売却で得たお金とローンの残債っていうのがもう1000万近く、数百万円足りなくて手出しで数百万円必要になるってことが非常に多いです。さらにまあ初期費用でもろもろ数百万円ぐらいかかっていますので、まあ1000万円以上損する場合も結構多いんですね。なのでまあマイホームっていうのは負債になることがかなり可能性としては高いです。じゃあ一方資産とは何かっていうと、株や債券などのそういった金融資産ですよね。あとは収入が得られる投資用の不動産ですね。さっきマイホームは負債ですよって話をしたんですけど、まあ投資用の不動産で、まあ、アパート1棟とか買って、 もしくは戸建てとか買って人に貸してる場合っていうのは、その例えば5年で全部回収できます、10年で回収できますとか、まあ、計算した上で投資としてやっていますので、そこの損益分岐点を突破すればですね、あとはどん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 プラスになっていきますので、そういった私たちのお金を増やしてくれるっていうものは資産という風になっています。他にも特許や知的財産なども資産に当たります。まあ、なのでもう一回話戻すと、貧乏人の人は収入が入ったら、まあ、負債を買ってしまうと、しかも資産と勘違いして理解してないですよ、資産と勘違いして買ってしまうっていう最悪なパターンもあります。まあ、奨学金とかもここで負債って書かれてますね。まあ、奨学金はローンじゃないとか、カーローンはローンじゃない、マイホームの住宅ローンはローンじゃないっていう人いるんですけど、後ろローンってついてますし、奨学金も立派な借金です。まあ、そういった自分たちの手元からお金を取っていってしまうものっていうのは負債ですので、そういった負債を貧乏には買ってしまうと。一方お金持ちはですね、収入が入ったら先ほど言ったような株や債券や投資用不動産など、そういった自分たちにお金を増やしてくれるもの、資産に投資をする資産を買っていきますということですね。なのでお金を作り出さないものっていうのは負債です。もうこの本ではゴミっていうふうに明言されています。なので貧乏人は頑張って働いてお金でゴミを買っていると。お金持ちになりたいのであればちゃんと資産を買いましょうと。まあ、もしですね、その浪費するようなものを買うのであったとしても、資産の収入から買いましょうっていうふうになっています。今日はその株や債券などで儲けたお金、投資用の不動産で儲けたお金から浪費するっていうのはいいけれども、まあ、収入入ってきてそのまま、給料入ってきてそのまま負債を買ってしまうっていうのはダメですよということです。まあ、これ私も最近身近であった例で言うと、まあ、3人でお話ししてたんですけど、友人の一人がですね、 4K のモニター私が持ってるので自分も欲しいよって話をしていたと。でも結構6万円くらいして高いからどうしようかなって話を聞いてたんですけど、私ともう一人の個人事業主の友人はですね、いやいやそれ自分の給料で買ったらあかんよって話をして、私もその 4K モニターっていうのは楽天ポイントを貯めたお金で買ってるんで、現金の持ち出しはゼロなんですよね。個人事業主の友人もそういった家電製品持ってるんですけど、そういったものはですね、全て株の配当金で、高配当株の配当金で買ったものなんですね。なので給料から直接ですね、浪費するっていうことはしないんですよ絶対。給料から一回何か別の事業に投資するなり、金融資産に投資するなりして、そこでさらに増えたお金を使ってそういった必要なものっていうのを買ってるんですね。ですので、まあ、その友人にも話したんですけど、資産以外の買い物をする場合は資産の所得から買いましょうっていうのも徹底してくださいっていう話です。もう資産を買う前にマイホームとか車とかそういったもう浪費物をですね、買ってはいけないんですね。資産を買うのがもう絶対先です。一生じゃあ家とか車買えないのかって言ったら、まあそういう話ではなくてですね、例えば会社を経営すればですね、賃貸で住んでいる家賃の 90% を経費することができるんですね。他にも、まあ、4年片落ちのベンツを節税しながら乗り回すこともできるんですね。で食事代も誰かと一緒にご飯食べて仕事の話してれば接待交際費で経費につけることができるんですよ。で会社経営してる人っていうのはそういう風にして経費で落とせるから、節税になるからっていうので、そういうお金の使い方をしてるんですね。なので例えばですね、そのベンツがですよ、経費にならなければ世の中の社長さん買ってないはずなんですよね。ですのでサラリーマンの人がそれを見て勘違いして、お金持ちかっこいい、俺もベンツに乗ろうと思って節税にもならないのに、なんかベンツを買ってしまうのはもうそれはいけてないんですね。4年片落ちのベンツが節税になるから買ってるんです。まあ、その点は表面的な部分を見て誤解しないようにした方がいいです。必ず資産以外のものを買う場合は資産所得からだし、さらに節
然になるようにして買うっていうのが大事です。またそもそもですね、あれもこれもこれもあれも欲しいっていう風にやってたらもうずっと止まらなくなってしまいますので、それが本当に必要なものなのかっていうのを考えた方がいいと思います。もう欲しいと必要っていうのは違うんですよね。欲しいだけでなくても実は大丈夫なものっていうのは結構多いと思うんですよ。欲しいっていうその感情自体はこう CM とかなんか雑誌とか広告とか、そういったマーケティングで自分の心をこう占領されてですね、これを持ってればあなたは今不幸だけどもっと幸せになれるわみたいな、まあそういったですねプロモーションをかけられるわけですよ。でテレビで暗いニュースが出た後に保険とかビールとかの CM 流すとバカバカ売れるんですよね。それは一度ちょっと自分を落とさせて、その後に今これがあったらあなたは幸せになれますよみたいな、そういう広告の仕方をさせていろいろ買わせるんですよ。それがもう作戦なんですね。まあそういった作戦に陥ってですよ、自分の心をコントロールされて、本当は別に必要でもないものをさも欲しいかのように欲しい欲しい欲しいっていう風にその欲を刺激されて買ってしまうと。でさらに一番まずいのがですね、小さいを買ってしまうってことですね。例えばブランド品の時計であるとかバッグであるとか、まあ、人と比較するようなものですよね。人と比較しなければ何の価値もないようなものを小さいって言うんですけど、まあそういった小さいを買ってしまうと、それはマウンティング戦争のその武器にしかなりませんので、ひたすらマウンティング戦争に入っていってですね、でその武器としてですねブランドバッグを見せびらかすみたいになってしまいます。でそうするとですね、もっとお金持ちの人はねもっといっぱいいますので、無限に終わることのないマウンティング戦争に入って、このあり地獄みたいな状態になってしまうんですよね。いくらお金を使っても戦争に勝てない、自分が一番になれないから、だいたいみんなクレジットとかで借金をしてリボ払いをして何百万円も借金してブランド品とかを買ってしまうんですね。そういった荒れ地獄に陥っている可能性もありますので、自分が欲しいなって思うものが、その欲しいっていう感情はどこから来てるのかっていうのをよく考えた方がいいです。もちろん必要なものだったら買う必要があるんですけど、必要と欲しいっていうのは全然別の次元のものですので、そこはよく考えてから購入しましょう。で続いての項目としては、お金持ちっていうのはじゃあどういう人なのかっていうことですね。働く人っていうのは4つのカテゴリーに分類されます。一つは E、 エンプロイの従業員の層ですね。これはサラリーマンを指します。自分の時間をこう切り売り、自分の時間を提供することによってお金を稼ぐ方法ですね。1働いたら1の対価っていう形になります。次 S は自営業の人ですね。医者やスポーツ選手、弁護士、あとまあ個人事業主のそういった人たちになりますね。まあ、こういう人たちっていうのは自分の能力をこう売って時間で稼ぐわけじゃなくて、その生活に対してお金を稼ぐっていう方法ですね。まあ、この場合は1働いたら2返ってくるっていう可能性もあります。で次に B は起業家のゾーンですね。ビジネスオーナーのところですね。でこれはまあ経営者なんですけど、マネーマシーンをこう何かしらですね自分で生み出して作って、そのマネーマシーンからお金を得る、そういったシステムを作ってお金を得る人たちのことです。まあ、この人たちは1の労働に対して100の対価を得ることもあります。続いて I、 投資家ですね。こちらは事業投資や株、不動産の投資などでお金を使ってお金を稼ぐ人たちですね。まあ、孫正義みたいなイメージだと思います。いろんな子ねベンチャー企業に投資して100個中に2、3個ね成功したらもうそれが100倍200倍になりますからね。まあ、そういったところに投資家としてお金を出していくような人たちです。でこの左側の E と S の従業員と自営業の層っていうのは、あくまでこう自分の時間や能力を切り売りしているので、こう止まってしまう、何もしないっていう風にしてしまうとお金が入らないので生きていけない人たちです。一方右側の B の起業家と I の投資家っていうところは、止まっていてもですね勝手にお金が増えるんですね。マネーマシンがあったり、まあ、他の会社に投資してて、その会社の人が働いてくれたりでお金が増えると。でなのでもう何も途中でしなくなったとしても勝手にお金が増えるっていう、そうですね。でこの人たちは時間もお金もあるんですね。こういったことを考慮してですね、この本ではお金持ちっていうのは今ある仕事を1年間休んでもお金に困らない人たちのことをお金持ちっていう風に言っています。まあ、この右側の層の人がお金持ちですよ。なので今左側にいる人はこの右側に行かなければいけません。右側の人だけがほらお金持ちですよっていう風に書かれています。まあ、ですのでこの点を踏まえて次の項目としては、自分のビジネスを作ろうっていう話になっています。サラリーマンの人がですよ、投資でじゃあお金持ちになろうと思っても種銭が少ないのでもう無理ですよね。なのでいきなりですね、この愛の投資家にサラリーマンから飛ぼうという人いるんですけど、まあビビったらお金しか増えないので、まあ、それはお金持ちにはまあなれませんと。貯金がまあちょっとだけ増えるだけですと。まあ、サラリーマンだけでのまあファイヤーっていうのは、こう一流大学を出た人が外資系企業で年収1000万、1200万、2000万ぐらいで50年ぐらい働いて、しかも1000人のような節約生活をしてようやく達成できるものなんですね。まあ5年ほど前に結構ニュースになってたんですけど、まあ、シリコンバレー、まあアメリカのシリコンバレーで Google とか、まあ、すごい大手のトップレベルの会社に勤めている人たちが、お金を節約したいから駐車場で、まあ、トレーラーハウスとか、あとキャンピングカーで、まあ、寝泊まりをして鬼のような節約をして30歳を迎えた時にファイアする、要は22から、まあ、30歳までのこの8年間で、まあ、ファイアするっていうのが流行りました。まあ、他にも日本だと三菱サラリーマンですよね。三菱系の会社に勤めてて年
収1000万以上ある状態で10年間かけてようやくファイアしました。通りのような節約をしていましたっていう人がいます。まあこういう場合はですね、まあ10年ぐらいかかるんですけど、ファイアすること、その後働かなくても済むようなマネーマシンを作るっていうことは投資だけで可能になります。サラリーマンから投資家に飛ぶっていうことですね。ただこれもやっぱね、10年ぐらいかかりますし、年収が500万ぐらいの普通の人がですね、それを達成するっていうのは、ものすごい期間がかかってしまうんですね。ですので、まあ自分のビジネスを作るっていう方が現実的です。まあフィッシャーはですね、パートタイムで起業しようって話をしてるんですね。パートタイムだとフルで週5で働かなくて、こう部分的に働くじゃないですか。で、それ以外の時間っていうので、まあ起業しましょうと。例えばですね、自分のカフェを作ってそこで儲けたいんであれば、まあその売れてるカフェのところに入っていって、自分は学ぶっていう姿勢で、まあお金は別に気にしないで、いろいろ盗む姿勢で働いて、空いた時間で自分のそのカフェをオープンするための準備をして、学んだらそのもうやめちゃう。で、自分の事業をやる。必要に応じて、まあいろんなそういった仕事、バイトでもいいんですけど、そういうのを学んでいって、スキルを盗んだら、自分の事業を作るっていう方法を推奨しています。まあこの方法でもいいんですけど、以前紹介したお金の大学リベラルアーツシティの両学長の方の本では、まあ近い話なんですけど、例えばライターなどで個人事業主になって、その間ですね、ライティングするだけじゃなくて、自分のブログを育てて、そっちで資産収入を作るっていう努力もしていくと。ただ資産収入を作るのにやっぱ1年ぐらいかかったりとか時間かかるので、その間はライティングの個人事業主の仕事でつなぎましょうみたいな。こういったことが提案されていました。まあ、フロー型とストック型の収入っていうのがあって、フロー型っていうのは労働収入で自分が動かさないとお金を稼いでくれない。そういったライティングの案件みたいなものですね。で、ストック型っていうのは自分は働かなくても寝てる間もお金を稼いでくれる資産収入ですね。で、これいきなりその資産収入をつかむことっていうのは期間的に時間がかかって難しいので、そこをまず最初、不労収入とストック収入をうまくバランス取りながら、不労収入もやることによって、日銭をね、稼ぎながら、ストック収入をなんとか1年ぐらいで育てていきましょうっていう話です。これが結構現代だと応用しやすくて、他にも結構周りでいるんですけど、地方で年収が2、300万で本当生活が苦しいよっていう人がですね、頑張ってエンジニアの勉強をまずすると。エンジニアで案件を取っていくんですね。まあ、それがまず不労型の労働なんですけど、まあ、その中でですね、自分のポートフォリオを作るのも合わせてですね、自分のそのアプリとかサービスとかを自分のエンジニア力で作るんですね。そっちのサービスでお金を稼げるようになると、それはですね、ストック収入、資産収入になるんですよね。寝ててもお金が稼げるようなものになるんですよ。ただ、その何かサービス開発するとか、すごく時間と労力かかりますので、まあ、それだけだと、それやってる間にお金がなくなってしまいますので、まずエンジニアで稼げるようになって、そういったサービスやアプリを開発することによって、もう億万長者に最終的になるみたいな、まあ、そういうのはね、結構あったりするんですよ。まあ、エンジニアになるだけでもかなりね、稼げますから、年収2、300万円の人が年収600万円ぐらいにはなれますと。で、年収600万円ぐらいだと、まだお金持ちにはなれないので、今言ったような資産収入を作ることによって億万長者を目指せますよっていうことです。まあ、他の例でも動画編集をしながら自分の YouTube を育てたりとか、背取りをしながら自分のオリジナル商品の開発っていうのにも着手したり、このようにストックとフローの収入をバランスよくやっていくことで資産収入を育てていくっていうのが今だとすごく再現性があるかなと思います。ですので、この金持ち父さん、貧乏父さんの例に当てはめると、まず従業員の状態から個人事業主の自営業の状態に移って、まあ、そこからビジネスオーナー経営者の状態に移動するっていうことですね。この流れが作れるとお金持ちになれます。最後まとめとしてですが、私たちはまずラットレース、ネズミちゃんでこうくる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 ずっと同じところを走り続けていると。で、その先どんなに頑張ってもお金持ちになることはできない。さらに豊かな老後っていうのはなくて、普通にやってるとその75歳まで住宅ローンなんか組んでしまうと、もう先がね崖になってて、もう落ちていくだけになってしまう。豊かな老後がないっていう風になってしまいます。じゃあどうしてそういう風になるかっていうと、貧乏人の人は収入が入ったら負債を買うんですよね。で、お金持ちの人っていうのは収入が入ったら資産を買うと。資産を先に買って、資産で増えたお金でその後浪費をする、こういう順番になっている。貧乏人の人は先に全部浪費しちゃうから、それはお金がなくなっちゃうねってことです。資産を先に買ってマネーマシンを作るのを優先しましょう。で、続いてお金持ちが何かっていうと、1年間休んでもお金に困らない人のことをお金持ちっていう風に言います。具体的には起業家か投資家の部類の人がお金持ちという風になります。ですので、最後お金持ちになるためには自分のビジネスを作りましょうと。ただいきなりそれを作るのっていうのは難しいので、不労所得とストック所得っていうのをバランスを取りながら、まず自営業になって、その後経営者になる、起業家になるっていうところの流れを作っていくと再現性があります。まあ、このような形でお金持ちになる方法が書かれているんですけれども、他にも節税も大事ですよ、税金対策しましょうっていうのも書かれてるんですね。ただですね、この本はアメリカの方が書かれているものなので、日本の税金対策をするのには全く役立たないんですよ。で、日本の税金対策をするためには、以前紹介した黄金の羽の拾い方を読む必要があります。これは日本版金持ち父さん貧乏父さんと言われ
ていて、日本人がお金持ちになる方法っていうのがもう事細かく書かれています。その中でどうやって税金を節税していくのか、そういった節税テクニックもたくさん書かれていますので、まあ、どの国でもそうなんですけど、この税金をうまく駆使していくことによってお金持ちになれます。稼いでも稼いでも全部お金をね税金で取られていたらお金持ちになれませんので、この金持ち父さん貧乏父さんを読んで具体的にじゃあやろうっていう時には、まずその次に黄金の羽の拾い方を読むことをお勧めします。まあ、とりあえず動画で私黄金の羽の拾い方の解説もなんと3本もね詳しく出していますので、この後再生して見ていただければと思います。というわけで一緒に勉強してラットレスをねこう抜けてお金持ちを目指していきましょう。まあ、お金持ちになるのが目的なわけじゃないんですけど、やっぱ死ぬまで働かなきゃいけないって老後かなり辛いと思うんですよ。それが負担になるし恐怖になる、自分の人生がこの先そういう風に崖になってるんだって思うと怖いですよね。なのでそういった恐怖を取り除いて楽しく働くためにもお金っていうのはすごく必要なものです。ですのでお金怖い怖い、お金汚い、お金の話はダメっていう風にしていると崖から落ちてしまいますので、お金のことをきちんと向き合って学んで、そういった不安から一緒に解消されましょう。引き続き一緒に勉強していければと思います。最後にお知らせです。私は普段投資で楽天証券を使っていて、楽天証券非常にメリットが大きいので、もしまだ積み立て NISA やイデコなど普通の投資とかですね始めてないよって方は楽天証券から始めていただければと思います。メリットの一つ目は月5万円分までクレジットカードで投資をするとポイントが 1% つくっていうところですね。これで月500円ゲットできます。で、二つ目はハッピープログラムっていうのがあって、そちらでもポイント還元で持ってる資産に応じてポイントがもらえます。で、三つ目はですね毎月500円以上の投資で SPU がプラス1倍されます。これは楽天市場で使えるスーパーポイントアッププログラムって言って、楽天市場のお買い物がプラス 1% ポイントバックされるのですごいお得です。で、4つ目は楽天ポイントでも投資ができます。楽天市場でお買い物をして増えたポイントでですねそちらで投資ができますので、こう楽天経済圏の中でこうお金が回っていきますので、ぜひ楽天証券一番おすすめですので、まだ始めてない方は概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひそちらから始めてみてください。で、あともう一つお知らせはですね、以前私月5万円稼ぐ方法っていうのでポイントサイトのモッピーを紹介しました。こちらが結構好評でですね再生数も伸びましたし、実際にモッピーで5万円稼げましたっていう方とか、お金1万円でも稼げましたっていう方が続々と報告いただいております。で、こちらはですね紹介コードを使って始めていくことで、入会の翌々月までにモッピーで5000ポイント5000円以上獲得することでプラスで2000円分のポイントがもらえて大変お得ですので、ポイントサイトでお金を貯めたいなっていうふうに思う方は紹介コードから始めないとこのプラス2000円つかないので、概要欄の紹介コードがついているリンクから始めてみてください。本日の動画以上になります。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。また Twitter ブログもやっていますので概要欄からフォローしてください。また私が普段持っているものやミニマリストの宅にていいなと思ったものを私の楽天ルームで紹介していますので、そちらも概要欄からぜひチェックしてみてください。それでは本日は以上です。バイバーイ。